ちょっと味噌です。本日は御坊市のバンブー、ご予約のお客様で満席となっております。やばい。バンブでの自家製の唐辛子オイル、これね、言ったらピザのタバスコみたいな役割果たすんですけど、パスタにも美味しいんですよ。あ、めっちゃピリッと辛く、これね、しかも売ってるんですよ。お持ち帰りできるので、ぜひ皆さんお試しください。これ大好き私。自家製梅シロップのソーダです。よく混ぜなあかんらしい。下に多分こうシロップがとぼってるから。よし、いただきます。あ、めっちゃ梅、すごい梅、濃厚な梅です。美味しい、すっきり。これはなんか体にいい味がするな。パスタにも合いそう。お野菜いっぱい食べれるからいいんですよ。ガーリックかな。あ、でもアンチョビや。芽キャベツのアンチョビ風味、美味しいですよね。芽キャベツ、うん、美味しい。あんつけがね、一個一個ね、手間かけてるんですよ。でも栄養いっぱい取れてめっちゃいいですよ、ね、この豆も美味しい。全部美味しい。バンブの、はい、おせち料理があるんですよ、うん、言うてました。もうね、年末ね、11月中とかに取らないと予約いっぱいです。11月早い、早い。12月で予約取れんかも。これがね、めっちゃ美味しいんですよ。まあこんな感じですよ。こういうのが詰まってるみたい。スープで温かめのポタージュでございます。ありがとうございます。ここのポタージュ絶品なんですよ。カブのポタージュ。めちゃめちゃ美味しい。ちょっと飲んでください。ほんまに美味しい。お好みでこちらの唐辛子オイルを使います。お好みでこれをかけるんですよ、この唐辛子オイルを。私はもう最初からかけますよ。味変じゃなくて、辛いのってあんま良くないんやろけどな、虹って。いや、そんなことないでしょ。なんかないですかね、うん。よし、めっちゃ美味しそう。え、これ 60g だ。オーナー結構かけますね。え、そんな辛くないんだ。ちょうどいい。いや、でも辛いの苦手な人はね、もう全く無理ですよ。やめてもいいですね。私が辛いの大好きなんで、もうバンブのランチ食べれた幸せですよ。
めっちゃ美味しそう。北海道産牛フィレ肉。牛フィレ肉食べれるん昼から、やりすぎやって。これはね、牛フィレはね、火入れても柔らかいんですよ。いただきます。うん、柔らか。スモークしたお塩が。こちらが B のドルチェセットです。オレンジのタルトかな。どちらもね、全部自家製なんですよ。これティラミスです。ひょい、すごいしっとりめ。